海神奈川駅は、かつて、神奈川県横浜市神奈川口和歌町二丁目から一丁目に、かけて存在した日本国有鉄道東海道、本線貨物支線の貨物駅である。電報略号は、うか、現在の横浜線を建設した私鉄であった。横浜鉄道は、1908年9月23日に、東神奈川八王子館を開通させた。横浜鉄道の創業者らは、これと、 並行して、横浜倉庫を通じて、東神奈川沖の埋め立て免許を取得し、ここに岸壁と倉庫を作る計画を進めていた。これに合わせて、東神奈川駅から貨物線を延長して、海陸連絡を図る計画を持ち、この路線の免許を取得した。この当時すでに東神奈川駅のすぐ海側には、京浜電気鉄道の線路があったために、京浜電気鉄道の線路を高架化することになり、 その中木戸駅の下をくぐって1910年10月に線路が延長された。実キロは63チェーンであったとされる。海神奈川駅の正式な開業は1911年12月10日となっている。この際に設定された距離ほどは1.2マイルであった。この際の駅の位置は現在の千和歌町2丁目であった。ただし、1910年4月1日より横浜鉄道の全線を 鉄道員が借り受けて営業しており、実際には、海神奈川駅とそこへ至る支線は、当初から国鉄による営業であった。1917年10月1日付で正式に国有化され、国鉄横浜線の駅となった。しかし、横浜倉庫はより沖合の埋め立て免許を取得することができず、岸壁の築造を行うことができなかったため倉庫を建設するにとどまり、この貨物線も、 倉庫との連絡を果たすにとどまった。正式な国有化よりも前の1917年6月17日、東海道本線貨物支線の鶴見高島間、通称高島線が開通し、この線路が海神奈川に至る貨物支線と平面交差することになった。この平面交差の地点には海神奈川信号国署が開設されたが、正式には海神奈川駅の構内扱いとされた。 この信号国書は1924年10月1日に戦略信号場として独立した信号場となった。1930年4月1日に距離2メートル法を採用し、東神奈川大会神奈川のキロほどは2.0キロメートルとされた。この際にこの貨物支線はそれまで横浜線所属であったのが東海道本線所属に変更されている。1934年頃、 海神奈川駅が高島線よりも北側の線若町一丁目付近に移転し、高島線との平面交差が解消された。ただし平面交差の線路自体はずっと後まで残されていたという証言がある。東神奈川から南下してきた貨物線はそのまま運河に突き当たるまで南下して止まる線と東へ曲がる線に分岐する構造になっていた。後にこの付近は 横浜市環境創造局神奈川水再生センターとなっている。1959年4月1日に東神奈川大会神奈川間の貨物支線とともに廃止となった。初代の海神奈川駅駅舎の跡地周辺。写真奥が水ホフ島移転後の海神奈川駅駅舎の跡地周辺。現在、京急東神奈川駅付近のアンダーパスから横浜港水ホフ島へと続く道路が かつての線路跡で移転前は水保布島へかかる橋梁のやや北寄りにあった。構内には3本の線路があり、ホームのようなものもあった。両脇の線路の脇にそれぞれ短式ホームが据え付けられており、車止めの後ろにもホームが続いていた。串型ホームにやや近い形状をしていた。1934年頃に北側へ移転した。 現在横浜市神奈川水再生センターとなっている場所で当時は横浜倉庫が駅前に存在していた日本国有鉄道東海道本線貨物支線東神奈川駅マイナス海神奈川駅この駅が設置された当時海神奈川駅は埋め立て地の海岸寄りにあったことからこの名前がついた現在では埋め立て地はさらに拡張され駅舎とは 当時のように海岸寄りにはない。ありがとうございます。